会館にて、第32回目の全日本優等生空手道選手権大会を開催いたします。今年の大会は秋の全世界大会の選抜大会というふうになっております。特に申し上げるのはそういったところですかね。各階級の優勝、準優勝の選手に世界大会の出場権が与えられるという大会です。例年の恒例行事といえば恒例行事ですけれども、熱戦が繰り広げられると思いますので、またご覧のほどよろしくお願いいたします。スピードが持ち味なので、スピードをしっかり生かして上段で倒せるようにしたいと思います。